ラストボイスはいということでフ、はい、リーアナウンサーの奥井奈々ですご多忙の高橋 P に代わって今夜は私が進行させていただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。 さあではこの番組では都知事専門今終盤ということで現況の世論調査で有力とされている数名の候補者の皆さんにお声掛けをしてご承諾いただいた方にこれまでの選挙戦を経てこれだけは最後伝えておきたいというメッセージをお聞きするものになっておりますそして今夜お越しいただいたのは AI 起業家の安野孝博候補ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします いや、お忙しいところありがとうございます。いやこちらこそこういった場を用意していただいてありがとうございます。今日、日中、朝品川で演説して、その後京都に行って、また品川で鴨田と品川で演説して、寝られてますかいや、もう本当、あの寝てはいるんですけど、なかなか、でもあれですね、興奮してますね、毎日ね。体調大丈夫ですか体調の全然元気ですね。よかったです。では。 聞いていいいてきたいと思いますが、はい、え現況、ですね、えっと、日経クロストレンドのまとめによりますと、えー、東京都知事選の、えー、情勢調査、えー、小池現都知事が一歩前に出ているという状況でして、えー、蓮舫さん、そして石丸さんも続いております、はいまあ、しかし、ですね選挙は3日で変わるというふうに言われていますし、えーはい、で今日がちょうど投開票日3日前ということで、はい、ぜひこれから3日で,変わ,るので、はい、変わる可能性もあるのでぜひ最後、お声を聞かせていただきたいと思います。はい えー、ではですねまず基本の同じ質問なんですけれどもまず第一問目がですね、えー、この選挙戦まあ終盤になっておりますけれどもここまでの手応えはどのように感じてらっしゃいますかいやそうですねもう本当にあの日々あの支援いただく方の声とかうん、うん、あのボランティアスタッフの方とかあのどんどん広がってきていますねでまあ我々の陣営って一つあの マニフェストを出してですねそれを皆さんの声を聞きながらアップデートしていくっていうことをやっていっているんですけどそれの仕組みが出来上がってですねもう本当にいろんな方からいろんな意見を頂い,いてでそれをもとにどんどんあのマニフェストを磨き込むっていうこの流れがですね出来上がってきているとというのがあのここまで戦ってきての一つの一つ。 なんでしょう達成したポイントというか、うん、なのであと3日間ですねありますけれどもこういった中で磨かれた政策を皆さんにお届けしていきたいと思ってます、うん、なんかどんな声が多かったんですか意見としてそうですねもうん、本当に幅広くいただいてですね例えばあの私がもと教育あの教育面であの所得に応じて支援をしようっていうことを、はい、一番最初のバージョンのマニフェストでは申し上げていたんですけれども、うん いろいろネット上の反応を見ていくとあの所得に応じるっていうそういう所得制限の考え方に対して懸念を持っていただく方っていうのが非常に多かったでしかもあの実際にその行政の方にお話をヒアリングしに行ったところ所得制限ない方が実はその実務もすごく楽になるんだとそういったものがあることによって本当にそに手続きがいろいろ大変になってしまうそしてかつですね財源もあの今チェックをしておりまして。 あのそれら全部をあの踏まえた上で所得制限は撤廃するっていうふうにあのアップデートをかけたんですよねマニフェストの。みたいなことが教育の分野でも起こってますし防災の分野でも起こってますしあ,のあとはあのどういったワクチンに対して助成するかであるとか本当にさまざまなあの皆さんの都民の方の英知をいただきながら。 あの本当に政策の議論をする場を作れている、そして磨き上げられたマニフェストができていっていると思ってます。うん、ブラッシュアップされてるんですね。そうです。これもテクノロジーの力ですよね。はい、うん。ありがとうございます。あの、えー、今訴えたいそのアップデートされてブラッシュアップされたマニフェストの中で、あのーまあ、もちろん最初のあの政策もあったと思,思うんですけれども、今あの終盤だからこそ訴えたい政策とかって何か。 そうですね政策っていう意味で言うとまさにあの皆さんから意見いただいたところで今あの申し上げた所得制限を撤廃した形での教育費の支援っていうのはすることにしましたというところであるとかあとはそのもう一つワクチンのところで HPV ワクチンをあの男性が打つことに対する女性をした方がいいだろうという議論をしております。それはですねあのやっぱり HPV ワクチンってウイルス性のワクチンであの女性の方だけが打つのではなくてあのそのパートナーの男性の方も打つことによってよりあの幅広く守れるっていうところとかあと男性自身にも結構あのメリットがあるんですよねあの咽頭癌であるとか、うん、あの線形コンジローマみたいな。 そういった病気は、H. P. V. ワクチンを打つことによって、事前に予防できる。で、これは、あの、将来にわたっての、あの、医療費。将来の医療費を削減できる余地もありますし。その、より、子育て、出産、というところを安心してできることにもつながる、えー、いい施策だというところで。これも、あの、導入を決めておりますうんうん、うん。ありがとうございます。では、続いての質問に参ります。はいえー、続きまして、この現状の、この選挙っていうのを、どう。 分析ししてらっしゃいますかはい現状の戦況はあのやっぱり勢いっていう意味で言うと今の,あの情勢調査で言うとあの私は多分あのよあの5番手くらいに来ていると思うんですけど、はいうん、勢いっていうところで言うとあの本当に今一番くらいにあの勢いがあるなと思ってまして1か、うん、月前まで私って完全に無名の,あの若手エンジニア若手サッカーだったわけですよね。うんうん、なんですけど 本当今はあの主要候補として名前を挙げていただくメディアもあるくらいにあの伸びてきておりますしあのボランティアの方であるとかあのチームであるとかあの支援していただく方も本当街頭演説出ていてどんどん広がっていっているんですよね。でやっぱり政策を見ていただいて中身を評価していただいたインフルエンサーの方からの言及っていうのもすごく増えていってますし。 そういう意味で今後あのまだまだ伸びる余地っていうのがあるだろうなと私は考えてます。ありがとうございます。では三つ目の質問ですけれども、はいえー、ではこの今選挙戦終盤ということで改めてもうぜひまあ、ちょっと重複しちゃうんですけれども訴えたいことをお願。ああ訴えたいこと。そうですね。あの今までの選挙で大きな構造としては候補者の人が自分の考えている政策を一方的に伝える。 だけの場だったと思うんですよね。うん、あのブロードキャストするだけなんですけど、私が今回今訴えたいこととしてはそうではなくて、あの東京都の未来っていうのをしっかりみんなで議論をする場にできると思っている。うん、なのであのぜひ皆さんにはあの有権者の皆さんには。 政策いろんな方のですね制作を実際に見ていただきたいですしあの私もすごくマニフェストを公開しておりますあのこれはあのサマリー版もございますし、うん、あのそれも読むのは面倒くさいよって方は AI アンと呼ばれるですね、うん、あのマニフェストを学習させた AI も用意しておりますのでで、うん、でねはいそ,うなんですよあのそこに質問していただく形でもいいんですけれども、うん、そうやってその制作を実際に見ていただいて。 そそれでのの候補者っってていいいうのを決めたただきたいなと思ってますかつ私の場合はあのその継続的に皆さんから声を集めながらあのそのマニフェスト自体もより改善していくっていうことをやってましてまなのでその一方的に伝えるだけではなくてあの皆さんの間であの意見をいただいたり議論をするそれによってより良い東京の未来っていうのをみんなで作っていこうとそういう場にしたいと思ってるんですよ選挙っていうものを。 そのおそれを一番に私は訴えたいと思っています。おそう、双方向のコミュニケーションってことですね。はい。ありがとうございます。なんか先ほど勢いっておっしゃってたと思うんですけれども、その勢いについてちょっと詳しく聞かせていただきたいんですけれども、なんであのおっしゃるとおり二週間前まではまあ若くて政府作家でと,ところがフューチャーされていて、はい、もう今は本当に有力候補というふうに挙げていらっしゃいますけれども、はいはい、その勢いってこうなんでついてきたんだというふうに思っていますか。そうですね。あのやっぱり一番大きかったのはあの。 告示日に出したマニフェストだと思います、うん、これはあのもう詳細版って,って出してるのは96ページくらいある、うん、あのまあそれぞれの分量があるものでこれは私だけじゃなくて私のチームの案野陣営の、うん、みんなであるとかあのそのつながりのエキスパートの方、うん、100名以上にヒアリングをしながら作ったものです。でやっぱりですねそのこういった形で、うん あの課題を東京都の課題は何なんだっていうことをファクトベースで整理してそれに対してこういう打ち手を打つことで東京都はよくなるっていうそのなるべく具体的な案をお出ししたつもりなんですけど本当にそれに対するあの反響というのがものすごくてですねあのもう本当に X であるとかあ,のあらゆる SNS でもものすごい反響を頂い,いてますし。 あのマニフェスト研究所あ早稲田のですね、うん、マニフェスト研究所っていう研究所があるんですけれども、うん、そこでもですねあの他の候補者の方のマニフェストを比較して点数をつけてるんですよね,そうですね理念とか政策の一貫性とか政策の具体性、はいはい、そして市民、えー、起点度という4つの軸に採点をしていただいてるんですけどこれもあの他の候補者から割とぶっちぎりで一番の。 あのスコアを取っておちなみに小池さんが100点満点と34点石丸さんが30点、えー、玉上さん18点蓮舫さん32点に対し庵野さんは50点と。はいね、ぶっちゃぎりですけどそこはその非常に、うん、やっぱり都民の方も今までみたいな政局 <laughs> だけで判断するとか、うん、まあお互いの上げ足取りみたいな章、うん、ではなくて、うん。うん 実際の中身で判断したいんだという方がいらっしゃってかなりの数いらっしゃっててそういった方々にあのやっぱり安野は政策ちゃんと考えているじゃないかという評価をいただいたのが潮目が何、うんうんうん、かその,あの誰も取り残さない東京というふうに挙げてらっしゃいますけど、はいはい、すごいちょっとあの分かるんですけど。 こうもっと、こう具体的に何が評価されて、東京都の目下の課題をどう解決するのか、ちょっと改めて聞いてもいいですか、ねはい。ありがとうございます。うん、えっと、まず大きなところで言うと、うん、私は誰も、テクノロジーで。誰も取り残さない東京を作る。っていうことを言っております。うん、やっぱり人と人とが互いに尊重し合えて、うん、誰もが自分らしく生きていけるっていうのが。いい、あの世界、いい社会だと思っていると。うんうん、で。 そのためにですねあの大きくあの2つあのフォーカスすべきポイントがあると思っていて一つはあの新産業をしっかり作っていく東京から新産業を作っていくということでもう一つが子育て教育ということをできるようにすること安心してできるこの二つが一番大事な二つのポイントだと思っていますまず一個目の経済という面で言うとあの東京の経済をちゃんと上向きにするっていうのはむちゃくちゃ大切で やっぱ日本の経済を東京が牽引している面っていうのがやはりある、はい、でそういった中で世界の都市間競争、うん、世界の都市の間の競争で東京が負けてしまうと日本が終わると思うんですよ。うん、でこれに勝つためにあのいろんなことをやっていかないといけない。で今ですねあの世界経済を牽引しているものってやっぱテクノロジーなんですよね。はい あのまあ、世界の時価総額ランキングとか見ても、うん、トップがエヌビディアとかグーグルフェイスブックアマゾンみたいなテクノロジー企業ばかりがある。はい、でやっぱり経済学的に見てもあの経済を成長させる方法って3つくらいしかなくてですね、うん、1>, 1つはあの人口を増やすこと人口の増加 2>,、うん、で2つ目が天然資源を活用すること、うんうん、で3つ目がテクノロジーを活用することだと言われてるんですね。うん、でこののつ見た時に今の東京では まあ人口を増やすの難しいじゃないですか。出生率0.99。0.99。はい。で、あの使える天然資源もないじゃないですか。うん、そう考えたときに、やっぱりテクノロジーをいかに活用するかっていうのが一番経済を伸ばす方法であると思ってます。 でそういった中でいやそのテクノロジーを使った新しい産業を,にをどんどん生んでいく、うん、これが非常に重要だと思っていてでしかも私はあのその中でも AI っていう分野、うん、これはあのコンサルティング会社とかあのシンクタンクとかがあのもう将来ものすごい大きな市場規模になるってことを出していてあの成長が見えている分野なんで、はい、ここに選択と集中をしっかりかけていく、うんうん、これが東京都の役割だと思いますね。うんうんうん まあ,ある種こういうスタートアップとか新産業支援というのを考えるあ研究の分野も同じなんですけど選択と集中をするかなんか広くばらまくかどっちがいいかってよく論争になるじゃないですか、はい、でもまあ一般的にどっちがいいっていうのは一概には言い切れないと思うんですよねどっちもいい面悪い面があるただあの今の2024年の東京都がやるっていう意味で言うとこれ私は選択と集中だと思ってましてやっぱりその AI が伸びるっていうことが分かっている。 でかつ東京都って国とは違ってあの特定の分野にもうちょっと機動力高くフォーカスしやすいんですよね。そういう意味で言うとあの東京の AI 産業これをしっかり伸ばしていくことが非常に重要だと思います。これが一のところですねうん、うん。小池さんの政策のあのフォーカスポイントも安藤、はい、さんとあのすごく似て,似ているというかうん、うん、あのスタートアップの支援と、うん、え子育て支援っていうそのにインダイキを挙げてらっしゃいますけどこれなんで 小池さんじゃなくてなぜ庵野さんなんですか、はい、それで庵野さんがいいと思うんですかあ,ありがとうございますあのやはりですね小池さんそのフォーカスされるポイントはすごく私と同じであのここはすごくいいなと思っているんですけれどもやっぱり成果が出てないと思います私はどうしてその8年あった上でまあ子育てっていう面で言うと出生率は0.99になってしまっている あの安心して子育てができるかっていうとまあ良くなっている面もありますがあのまだまだあの結果としてついてきてない面もある。であのスタートアップっていうところで言ってもあの8年間長い間結構スタートアップエコシステムランキングと呼ばれる都市の,あのスタートアップランキングがあるんですけど結構長いい間横ばいだったんですよね、うん、でこの,あの8年で横ばいだった時期が長いものの同じ時期に東アジアの,あの東でもないですねアジアのですねシンガポールとか、はい、あの上海とか。うん あとはインドのマンガロールとかですね<ー>そういった国ってめちゃめちゃスコア上げるってう若いういですしね。っていう中で東京だけがあれだけリソースを投下しているにもかかわらず横ばいで位置づけたっていうのはこれはやはりそういった中で私はやっぱ実際にその AI のスタートアップを起業して経営してきた経験もありますしそのテクノロジーが今どういう状況で何ができて何ができないのか。 みたいなことも分かっているので、えー、そういったあの当事者の目線であるとか、エキスパティーズを活かしながら、はい、あのそういう新産業を作っていくっていうことができると思ってます。解決策がその新産業です、ねそうです。おっしゃるとりです。はい。ありがとうございます。えー、続いての質問をですね、まあ小池さんと引き続いてですねえ。なんで蓮舫さんではダメなんですか。はい。あのー、あ水飲んでください。すみません、ね。大丈夫です。大丈夫。まあ蓮舫さんっていう意味で言うと、うん、やっぱりその。 結構国政の政局の色がすごく強い方だなと私は思っていて、あのある意味都にとって何がいいかっていう話とは、別の軸のしがらみっていうのがものすごく働いておられると思うんですよね。で、私はその国政の政局の観点と東京都として取るべきアクションって全然違うと思ってまして。そこはあのしがらみがなくですね。あのとのことを考えられる私の方がいいだろうというふうに思うのと。あとやっぱりその。 まあこれは蓮舫さんだけではないですけれどもやっぱり政策の具体性であるとか実現可能性の観点であの私の方が圧倒的になんでしょうねそういう意味で政策で比べた時にやはりあの私と言っていることは全然違いますし私の方があの効果的に実行可能なプランを提示していると思います。うん、具体的に何がどどうう違くてどう あの実行できる、はい、例えば財源の話などがあ,のあまり蓮舫さんの,あのマニフェストででであるとかプランでは示されていないなんですよね一方であの私は財源の,あの話まであのシミュレーションをしておりまして大体私が既存のものと違うあの追加でやるものっていうのをあのまとめていくと全部合わせてあの500億円くらいの,あの予算であの私のマニフェストに書いてあることってできるんですよね。うん でこのの追加の500億円どうやって捻出するのっていうところでいうと実はあの東京都があの,の税収って経済の成長に応じてずっとあの伸びてきていてその,あの増分の,あの2年分を使うことであの賄えるっていうシミュレーションも出してます。 なので、そういったその全くシミュレーションもなくうこれをやろうあれをやろうって言っているのと、あの財源も確保してあのこういったあロジックでこれくらいはできるんだと言ってるのではやはりその議論のレベル感は違うと思います、ね。うん、実務にかかわいますね。はい、すあとあの他のライバル視されている方がいらっしゃったら、例えば石丸さんとかに関して、ああそうですね。なんで石丸さんはダメなんですか。あのダメというかなぜ石丸さんじゃなくて安野さん,なん。なるほどなるほまあそうですねあの。 石丸さんライバル視っていうわけではないですけどよく石丸さんのご支持されてる方から時々ですね「あの石丸さん知事で安野副知事やればいいじゃないか」「2人協力したらどうだ」ってそうそうそうお声をいただくんですけど、うん、私は結構それは全然違うと思ってまして 2>,、うん、2つで1つはやっぱり石丸さんが考えていることと私が考えていることは結構根本的に違う部分があると思うんですよね。あの私はやっぱりあの日本が勝つためには東京が強くなければいけない。うん し東京都民のためにも東京はやっぱりあのしっかり成長するべきであるということを言っているんですけど、まあ、石丸さんの主張を見ていくと、うん、あの地方のために東京があるという,うロジックがあると思ってて、うん、これは結構真逆の方向を向いてると思うんですよね。というところで全然方向性は違うかなと思うのと、うん、あとやっぱり。あの 私はですねあのテクノロジーを通じてあの誰も取り残さない東京を作るっていうことがやりたくてそれはやっぱりあの都知事っていうポジションじゃないとできないと思いますね、うん、これ誰も取り残さないってその根底からくるも,ものっていうか思いっていうかそうですねやっぱりどういう社会がいい社会だと思っているかっていうことだと思いますね。うん で、やっぱり私は、あの、誰もが自分らしく生きていけるし、あの人と人とが尊重し合える社会がいいと思っているんですよね。で、それを、あの、言葉にしたときに、あの、誰も取り残さないっていう言葉がしっくりきている。うん、ええー、ご自身のご経験とか、幼少期の、そういう、なんか経験とかあったりするんですか。そうですね。具体的な経験があるのかどうかは、わからないですが。うん、そういった思いは、あの、昔から思ってましたね。うん影響されているとかじゃなくても、ずっとあるんですか。まあ、何らかの影響は受けたのかもしれないですけどね。うん ありがとうございます。では次の質問ですね。はい。あ、お水一回飲んでくださいね。すみませんね、ちょっとあの昼にもう喋りまくってて喉もちょっと枯れちゃってる申し訳ない。本当にそうですよね。いやいやありがとうございます。夜遅くに。しかもこ一問だいたいま四分五分から四分っていう。あ、そんな喋ってます。パパッはいはい。パッパッとやっていかなきゃいけなくて、私もだいぶあの本当思いとかそういったパッションとかをもうラストメッセージってなんかもうそんな喋ってきるじゃないですか。はいはいはい。だからこそもっとこうなんか パッションとか希望みたいな、うん、そういうなんかワクワクみたいなところを今日伝えればいいなと勝手にちょっと思って後半そういう感じでワクワク感を <laughs> あの勝手に高いっていうもの言われないですけどいや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 ,いやでもおっしゃる通りだと思います、ね。はい、そこが大事なポイントだと思います。うん、15分か10分ぐらいですかね。はい、はい。では続いての質問をですね。まあ、今回の都知事選ですけれども、えー、どう位置づけていらっしゃいますか。どう位置づけているか。うん、それはえっと都知事選というものをですかね。そうですそうです。そうですね。あの。 ちょっと広い話をすると、うん、あの政治システムっていうものこれはあのすごい数百年前にデザインされたものですよね変わってないですよね変わってない、はい、でその当時別にインターネットもなければ、うん、AI もなければスマートフォンもなかった時代に作られたシステムを我々は今使い続けてきているわけですよね、うん、ですけどこれってやっぱりあのいろんな限界はあって例えばそうだな選挙選挙っていうものも 4年に1回しかない。で、4年に1回しか自分たちの民意を反映させるチャンスがない。うん、で、しかもこの選挙という枠組みの中で、自分たちが何を考えているかを政治家の人に伝えるのってむちゃくちゃ難しいんですよ。うん、で、これ私が今回出馬するにあたって、都議会議員の方とか国会議員の方に事前にヒアリングをしに行ったんですけど、その時に皆さんおっしゃってて、マジでびっくりしたことがあって、うん それは何かっていうとあの自分が受かったのは分かると当選したのは分かる 2>,、はい、あの2万票もらった20万票もらったみたいなその数字は分かるんだけれども、うん、なんか結局有権者の人が何を思って、うん、何,何が響いて何を託して自分に票を入れてくれたのかぶっちゃけ全然分からんわって言ってたんですよね、うん、どの先生も。うん、でそれ結構私にとっては衝撃であのそのやっぱりですねそののやり方ををしててたらその民意っていうものを その解像度高く捉えられないと思っているんでこの仕組みっていうのはやっぱりアップデートが必要だと思うんですよその民主主義システム自体が。でそういった中で今その AI みたいなとかあのチャット g p t あの大規模言語モデルと呼ばれるようなものがいろいろ出てきたことによってこれをアップデートできる段階に来てると思うんですよ2024年の今って。つまり AI が たくさんの人がです、ね、たくさんのことを言っているのをうまくファシリテートしたり解析したりしながらあのみんなはこう思ってそうでこういうふうにするといいんじゃないかっていういろんな材料を出してくれたりですとかあのやっぱ大人数大きな人数で一緒に議論をするってなかなか難しいんですけどそれをうまくファシリテートしてくれたりですとかそういったことができるようになってきているうっていうのが明らかにな,るのなってきたのが明らかにしたいと思ってますし。 実際にそういったシステムができてきているのが今回の都知事選だと思います、ね。できてきている。できてきている。うん、あ実際ね。そうです。私があの実際にシステムをく組んでそのチームでですね、うん、あのネット上の声を拾ってくる、うん、うあのモジュールと、あとはあのみんなでその議論をしながら政策を磨き込むっていう,、うん、うモジュールと、あとはその磨き込まれたものをうまく伝えるっていうこれは。 AI 案のとかですねあのそういったものがあるんですけどこれをうまくつなぎ合わせていくことによってその政策の議論が建設的になされてそれによってマニフェストがどんどん改善されていくっていうそういったものができてきているんですよ今これは本当すごいことだと思っててでこれって別に選挙で使えるシステムっていうだけの話でもなくて実際に行政運営する時もこの聞くあの磨き込む伝えるっていうこの3つのモジュールって 全然使える話だと思うんですよね。行政運営をする中で、うそういったものはあのできてきてるっていうのは結構世界的に見ても新しいことだと思いますし、うん、意味があることだと思います。どこまかすてまだやったことないんですか。はい、あのここのあのまあ AI であの政治家をやるっていうのは実は同時期にイギリスでも、うん、あのちょっと行われているらしいんですけれども、うん、あのここまで選挙,あ選挙のはい。うん 選挙に AI を使うう、っていうで、まあ、AI が質問答えてくれるみたいなのはありつつこの声を拾って磨いて届けるっていう全体像をしっかりと示せているのっていうのは実はあんまりなくてこれ実はですね英米圏では選挙に AI 使うっていうのがかなりタブー視されてるんですよね。その 昔はそのアメリカ大統領選でケンブリッジアリティカみたいな会社があの、まあ、フェイスブックのデータとかを使いながら選挙に介入したみたいなことがあったりしていてそういった中で AI 使うのってどうなのっていうのが向こうではあるらしいんですよね。今回私もその選挙で AI をを使ったシステムを あの導入しようと思うっていうことをその向こうの知人友人に言ったらあの最初ジョークだと思われてあのそれくらいタブー視されてる話でいやでもなんか前の4年前の大統領選でもな紙の不正どうのこととか紙だからじゃんとかって思っちゃうんですけどでも逆に AI だとそれこそなんか、えー、っとハッキングの可能性もありますしなんかそのセキュリティとかもう紙も紙もで問,題問題というかあのトラブルありますけどね、はいね トネットでまたさらに問題が広が広っちゃわないかってやでもそれは非常に鋭いポイントで、うん、あのテクノロジーってやっぱり良いい方方向向ににもも使使ええれば悪ると思うんですよで同じ AI っていう枠組みでもあの技術だったとしても例えばフェイクニュースを広めるとか、うん、そっちにも使えるし、まあ、今回みたいにみんなのコラボレーションを促進するっていう方向にも使えるわけでこれってそのこの技術がある時にどっちの方向に世の中を動かしていくのかっていうのを でもののすごい社会の姿が変わる時期なんですよねそういう中でやっぱりテクノロジーをどう扱うかっていう問題って私はその政治の世界では過小評価されてると思ってましてあのむちゃくちゃいろんな暮らしに暮らしとか経済に直結する話なのに、うん、あんまりその政治の話として AI っていうのが出てくることってまだ少ないと思うんですよ。DX もで、ね、できてるかまあそうですねうすっていう中で。 っていう中で、あのやっぱり私はそのテクノロジーを良い方向、こうっちの方向に使っていくのが一番大事なんだっていうことを、あ今回あの訴えているっていうところですね。はのさんで選挙出るの初めて、ね？初めてです。初めてが都政。初めてが都知事選です。ど,どうですか？<laughs> <laughs> どうです。ですね、いやなんかそのあの今の候補者の中で最も若い、はい、あの一人、はい、あでいらっしゃって、であのもう初めて選挙まあ、選挙自体が初めて。はい でい,いきなりと都知事選っていうのでもう、ね、終盤もうあと3日なんですけどんか選挙なんか、これ出た後に言われた話なんですけど、うん、あらゆる選挙の中で、うん、都知事選って一番難しいよって言われて、うん、あのというのもすごいリソースが必要なんですよあの人とか組織とか、うん、あのお金とか。 え予算もでそうですね東京都の予算はそうですし選挙やるにもすすごい大変なんですよあの例えば一例を挙げると東京都に1万4千箇所掲示板があるじゃないですかあのポスターが貼られてる掲示板ですねあれ貼るだけでもむちゃくちゃ大変なんですよねあれ業者に任せると1500万くらいするんですよえそんんなするんでするでそれだけでポスターを貼るだけで、えー、八丁島とかねあそうですし処分にもありますし。 っていう中で、やっぱ地盤看板カバンがない私のような候補者って、そもそもすごくバックも、ね、バックもないですね,ね、えー。すごく難しいんですけど、うん、我々はこれはですね、あのシステムを自分たちで組んでですね、あのどこにどのあのどこの掲示板にあのが貼られてて貼られてないかみたいなのをリアルタイムに見れるマップを作りながら、あのボランティアの方に協力いただいて、今東京都の 96くららいの掲示板ににはすでに貼られたんですよこれをボランティアでできたっていうのがまずあのまあ一つテクノロジーの力のデモンストレーションにもなってるなと思いますし一方でこういうことがナチュラルに求められる都知事選っていうのはものすごくそのなんでしょう巨大な陣営巨大なリソースを前提としたあのものになってるなと思いますね他なほかこの選挙の課題たくさんありますけど。 一番感じていることって何かありますか。そうですね。あのやっぱり一つ思ったのは、うん、まあ主要なメディアの方がですね。うん、あのまあこれは観光で、大体、うん、その放送法の規定に基づいて各候補者をまあなるべく平等に扱いましょうと。うん、だけどまあ今回みたいに50人以上立候補者の中で平等に扱えるわけないので、ねうん、あの主要候補者っていう枠組みを決めてですね。 その主要候補者の中だけであのあの報道してその人たち以外は報道しないっていう、まあ、名前だけ見せるくらいのやり方をしてたりするんですけどあの、まあ、その線引きって非常にその曖昧というか恣意、まあ、的なものでもあってですねあの実質的にあのメディアが決めてる部分っていうのは結構あったっていうのが一つの問題だと思うんですけど例えば私って主要候補者から最初入ってなかったりしたんですけど。 あの主要候補者に入っってるる人よりりも今情勢上,上だったりすすんですよねそういう意味であのこの枠組みって何の意味があったんだろうとその本当にその線引きでいいんだろうかっていうことはすごく私はあの課題として思いましたね。うんうん、ありがとうございますでは8つ目の質問ですけどまだ8つ目なんですけ、ねね、<laughs> 最後9つ目なんでああじゃあもうそろそろなんですね。はいはい、で「時事的な質問」ということで、えー、奥井さんの自由質問でもありらしいんですけど。あ自由質問なんですね、はい、逆に いいやななんかその声を聞くっておっしゃってておしゃゃるじででも都民で有権者なんですけど、はいはい、なんかか質問とあそういう意味で言うと奥井さんが2つ質問したくて、はい、今回の都知事選、うん、フラットに見ていろ、まあ、んなことが起きてるじゃないですか、うん、なんかどう見ておられますかっていうのを一つ聞いてみたいのともう一つがあの今の東京都に奥井さん何をしてほしいですか そのつぜひお聞きしたいす最初どう見てまかおっしゃるとおりポピュリズムというか4人テレビによく出てらっしゃる方がよく映ってるなっていう印象でもっと素晴らしいというか声を届けるべき有権者がこちらからアクセスしないと見れないっていう状況においてはやっぱフェアじゃないのかなとも思ったりしたんですけどでも選挙ってやっぱりポピュリズムなのでそこはしょうがないんですけどもっと改善する余地はあるのかなって思ったのが最初の質問で。つ目はまさにこの 質問私も質問したかったことなんですけど最後から2つ目でなんかあの現状、まあ、その小池元都知事をはじめとした、まあ他の、えー、候補者のマニフェストって、うんまあ、もちろん素晴らしくてあの誰かの課題を解決するものだというふうに思っているんですけれどもなんかワクワクしないんですよねあなるほど東京都って、まあ、日本一楽しくてエンタメ性に富んでいて、うんまあ本当おっしゃる通りりんか。 ね、未来の年なんですけどなんかいまいちワクワクしないなっていうところが個人的に感じていてなのであのぜひ安藤さん SF 作家でもある安藤さんに、はい、なんかワクワクさせてくれるラストメッセージをもらいたいなっていうふうに思って今日挑んできたんですけど何ん、うん、かそうそう2つ目の質問は候補者のマニフェストがワクワクしないないっていう印象ですな、うん、なるほどなんか、うん、候補者の方の方マニフェストって やっぱりその抽象的な度合いにとどまっていることがすごい多いと思うんですね。うんうん、まあ言葉触りはすごいいいんだけどあのそれってどういうことなんだっけとか、うん、それってできるんだっけみたいなことが結構多いなと思ってて今回私はその、まあ、かなり具体的なその50点をと、うん、とと取れるくらいのマニフェストを作って思ったのは、うん、これ地盤看板看板が全くない私にこれは作れるのに。 他の候補者作れないはずがないんですよねやろうと思ったらもっとだってお金だってあるはずだし組織だってあるはずだしなのに作ってないっていうのはこれはやっぱりある意味有権者がバカにされているというかあ,<ー>あのー、君たちは中身を具体的に見なくてもいいんだよっていう,うん、うん、そういう状態になってしまっていると思うんですよ私はでもや,やっぱりそれは良くないと思ってて、うん、民主主義が成熟していく過程でまだまだその発展途上だとは私は思っているんですけど その過程でそのある種のただの人気投票という側面ではなくてしっかりとその有権者の方がリテラシーを持って政策を見比べてこういう社会の方がいいんだっていうその中身の方を重視するっていうようにしていった方がいいと思うんですよ。でそうすることによっていうのをいろんな政治家が考えていくようになりそうするとよりワクワクする提案っていうのがどんどん出てくると思うんですよね。 なのでそういう意味で私はゲームのルールを変えたいなと思ってます選挙の。ええー、ルールを変えたいでも今そのハーフなんか半ばというか、はい、ゲームを変えられそうではある感じです、ねはい。と思ってます。やっぱり一つあのすごい細かいことででも重要なことだなと思ったのは、うん、マニフェストって他の陣営の方だと基本的に言ったことはあの取り下げないというか、うん、もう変更はしない前提のものを作ってるんですよね。 ででも今、まあ、それっってまあ昔は仕方なかったと思うんですよ、まあ、あの新聞とかで出してしまったものってそれ違うよっていうことを発表しきれないのでなんだけど今インターネットがあればあの間違ってたことはあこれは確かに間違ってましたと例えば私の場合だと所得制限所得に応じてっていう記述は確かにない方が良かったねはい、はい、ということを認めてじゃあこれが意外とそのただの技術的にアップデートするかしないかだけでしょって。 いうように見えるかもしれないんですけどこれがむちゃくちゃ大事な話だと思ってて聞いてアップデートできるんであれば他のいろんな批判を受けた時にああのそれは確かにそうですねっていうことが言えるんですよあの態度として建設的な議論をできるようになるんですよ一方でこれも言ったことが正しいって主張しなくちゃいけないのであれば防御的になってお互いの揚げ足取りを取るしかなくなるですよそれが最適解になると思ってて なんでこういうシステムが変わることによってそ,のそれぞれの政治家の,あのインセンティブあのどういう行動を取るべきかっていうプレイスタイルが変わってそうすることによってより政策の中身の話であるとかあのより建設的にお互いの政策を磨き合うであるとかあの都民の声を聞きながらみんなで東京の未来を考える場に選挙っていうのはできると思うんですよね。 なので、私はこういうシステムっていうものは非常に実は重要で、ゲームのルールを変えられる可能性があるものだと思ってます。うそうですよね。ありがとうございます。やちょっとワクワクしてきた。ワクワクしてきました。よかったよかった。可能性があります。<laughs> でもなんかもうなんか例えばニューヨークみたいな, <laughs> なちょっとこうすごいなんていうんですかね。なんかうん東京とポテンシャルめちゃくちゃあるじゃないですか。ありますあります。でこうなんかこうね保守的というかもう。 うん、もったいないなというふうに思ってたので、いやもったいないですよね。うん、あの東京ポテンシャル全然ニューヨークの比じゃないと思いますね。私は。あそうですか。はい。もう全然そのあのまず人口も多いし、うん、治安も良いし、うんうん、まあいろんな文化がありますし、うん、あの本当にポテンシャルを発揮しきれていないなという感触がありますね。うん、それが安野さんがなれば、はい。もうニューヨークなんか目じゃないですよ。うん。なん目指している都市とかあるんですか？目指している都市いやでもなんか。 ニューヨーヨクみみたたたたいいいいいいににししとかロンンドっていう考えでではないですね、うん、やっぱり東京は東京の良さを伸ばすべきだと思うので、うんうん、そういう意味では東京らしさみたいなもの,、うん、あのまあ新しいものもあれば古いものもあって、はい、あのいろんな文化が融合していて、えー、っていう良さをお、まあ、あとホスピタリティがあって、うん、安全で安心で、えー、っていうような良さを磨いていくのが大事だと思います、うんうん、ありがとうございます。 最後の質問なんですけれども、はい、最後ですね有権者に伝えたいこと、まあ、この番組のタイトルでもあるラストボイスということでぜひ最後有権者にこれだけは伝えておきたいとかっていう熱、ねはい、メ,メッセージをお願いしますす、はい、そうですねあの多分私のことを初めてこの放送で知っていただいた方もいると思うんですけれども。 やはりですね政局ではなく政策でで人を選んでいいたただきたいと思っておりますあの検索をしていただければ私が発表しているマニフェストあの見れると思いますので是非目を通していただければと思います。あの96ページあるあの詳細版は全部読むの難しいよっていう方全然いらっしゃると思うんでサマリー版もありますしあの AI アンノに聞いていてもいと思います。 こともできます。YouTube ライブであの24時間あの質問ができるようになっているので、それ聞いていただいても全然構わないです。あのぜひあの私の制作を見てください。ありがとうございます。はい、三分ぐらいあるんですかねあと。ちょうどあちょうどなんですね。あ良<あ>かった。大丈夫ですか。はい大丈夫です。では以上になります。安野さんありがとうございました。ありがとうございました。